バルコニー TV 東京支部です。はい、ということで今日のゲストは林優太さんです。よろしくお願いします。今日は何を歌ってくれるんですか？はい、今日はマイホームという曲を歌いたいと思います。はい、それでは早速お願いします。お願いします。見上げた先には広くなってく青い空と懐かしい街、ここに来るたびに僕は言える、心からのただいまを。曲がり角のガソリンスタンド、校舎の窓からいつも見てた古いプールは公園になってた。この街も僕も少しずつ変わってゆく、人は
し違う何かを僕は今も追いかけてる。はい、球場って出てきたのが気になったんですけど、はいはいはい、野球をやられてたんですか？そうなんです。あ、そうなんですか、はい、ファーストじゃないですね。あ、じゃないですか、はい、ファーストはあんまり関係ないですね。あ、そうなんですか、はい、へえ、じゃあ、はい、と野球をやってて、その思い出の地、はい、そうですね、まあ、地元のことを歌った歌なんですけど、あ、はい、まあ、地元にいるときはずっと野球しかやってなかったので、あ、だから、はい、球場っていうのも入ってたんですね。そうですね、へ、はい、あの4月にミニアルバムが発売されるんですよね、はい、そうなんです、はい、5曲入りのミニアルバムを 5,、はい、5曲入りリリースさせていただきます。どんなコンセプトで作られたものなんですか？はい、今回ですね、春夏秋冬、まあ、季節の曲を1曲ずつ入れて、はい、でプラスもう1曲っていう感じで、はい、まあ、ちょっとそんな感じ のアルバムを。あ、じゃあいろんな季節の曲を楽しめる、はい、ミニアルバムになってるということ。曲のジャンルもなんか季節ごとにいろいろちょっと変えたりして、あ、なんか楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、それはホームページか何かから、はい、チェックできますか？そうですね、はい、ホームページに情報を載せますので、はい、はい、じゃあぜひぜひ林優太さんで検索してもらって、ね、はい、変わった名前なので、はい、多分一発で出てくると思うので、はい、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。それではまた来週、バイバーイ。